CL600 は S クラスのクーペバージョンとして1999年に登場したモデルである。先代モデルはトップオブメルセデスとして S クラスと同様威圧感の強いデザインだったが、新型は新たな時代のメルセデスベンツにふさわしいエレガントさを感じさせるスタイリングへと生まれ変わっている。当初のエンジンは5リットルの排気量から最高出力306馬力、最大トルク 46.9 キロを発生する V 型8気筒 SOHC と、 5.8 リットルの排気量から最高出力367馬力、最大トルク 54.1 キロを発生する V 型12気筒 SOHC の2つ。組み合わされるギアボックスは5速オートマチックだった。その後、V 型12気筒が 5.5 リットルツインターボと変更され、CL600 のスペックは最高出力500馬力、最大トルク 81.6 キロへと向上。2004年にはメルセデスの V8 エンジンが7速オートマチックの 7G トロニックと組み合わされるようになったため、CL500 のギアボックスがこれに準じた。フラッグシップクーペとしての先進装備も多く、ABC アクティブボディコントロールと呼ばれるアクティブサスペンションも備えている。 CL の走りはまさにその姿にふさわしいエレガントさにあふれたものである。豊かなエンジントルクと ABC が生み出す上質な乗り味の融合によって、高速移動でもそれを感じさせない優雅な運転を可能としている。とはいえ、ひとたびアクセルを床まで踏み込めば、下手なスポーツカーを置き去りにするほどの圧倒的な動力性能を発揮する。特に V12 ツインターボを搭載した CL600 の加速は、巨大な手によって背中を押されているような感覚だ。しかし、持ちうる力を振り絞って使うのではなく、あくまで余裕として使うあたりに、この V12 ツインターボの本質があると言えよう。